ヘンリー・シーモア・コンウェイ元帥は、グレート・ブリテン王国の軍人、政治家。初代ハートフォード公爵の弟、ホレス・ウォルポールのいとこであり、オーストリア継承戦争で軍歴を始めた後、アイルランド担当大臣、南部担当国務大臣、庶民院院内総務、北部担当国務大臣を歴任した。晩年は、イギリス軍最高司令官を務めた。コンウェイは、初代コンウェイ フランシス・シーモア・コンワイト三人目の妻、シャーロットの次男として生まれた。1732年にイートン・カレッジに入学、その時から、いとこのホレス・ウォル・ポールと親しい間柄になった。1737年6月27日、中意として、モルスワースの隆起兵連隊に入隊した。1741年2月14日、第一子の F 兵連隊に移籍して退位に、 昇進、1742年5月10日に中佐に昇進した。オーストリア継承戦争では、ジョージ・ウェード元帥の下で1743年6月のデッティンゲンの戦いに参戦。1745年5月には、カンバーランド公爵ウィリアム・オーガスタスの下で、ホントノアの戦いに参戦した。1746年4月6日に第48位。 不評連隊長に任命された後、16日に1745年ジャコバイト放棄におけるカロデンの戦いに参戦した。続いて1747年7月にラウフフェルトの戦いに参戦、品種の重傷を負ってフランス軍の捕虜になったが、数日後に仮釈放された。1749年7月に第34不評連隊に遺跡、1751年には、 連帯がミノルカ島の中流軍の一部になった。1741年、コンウェイは対立候補のないママアントリムカウンティ選挙区で当選してアイルランド議会の議員になり、同年12月にはサーロバート・ウォルポールの勧めでヒガム・フェラーズ選挙区から出馬して当選、グレートブリテン議会議員になった。その後、1747年イギリス総選挙では、 ペンリン選挙区で1754年、イギリス総選挙ではセント・モーズ選挙区で当選したが、いずれもボス・カーウェン家の支持を受けての当選だった。1755年3月12日、少々に昇進した。1755年4月、新しく着任したアイルランド総督のハーティントン、公爵ウィリアム・キャベンディッシュによって予想外にアイルランド担当大臣に任命された。そのため、 1755年10月にようやく、アントリムカウンティ選挙区代表として、アイルランド庶民院員に登院した。当時のアイルランド政界では、庶民院員議長ヘンリー・ボイルが、アーマー大司教、ジョージ・ストーンとジョン・ポン・ソンビーが清掃を繰り広げており、今衛の調停が期待された。結局、第一次入滑する公釈内閣が受け入れられる、妥協がなされ、ボイルが、白釈に除され、 コンソンビーが庶民院議長になった。1757年4月、ジョージ2世とジョージ3世の寝室区内官に任命され、1764年まで務めた。7年戦争中の1762年にコンウェイによって占領されたバルデック城。写真は2012年撮影。1757年のロシュフォール襲撃において、コンウェイはイギリス軍の副指揮官を務め、 フーラトリデーの攻撃をしきりに指示したが、それ以外の指揮官は、野衆にのみどい、結果的には野衆は失敗、遠征隊は何も果たさないままポーツマスに戻った。総指揮官のジョン・モードンとは、軍法会議で無罪になったものの、二人ともこの失態で、名声に影響を受けた。そして、国王ジョージ二世は1758年のセム駅で、コンウェイの派遣を拒否した。 時帰国即位まで戦場にで得られず1759年にはスロイスで捕虜交換条約を締結しただけだった。1759年4月21日、第1王立竜騎兵連隊長になり、同年8月25日には中将に昇進した。1761年、ドイツでグランビー公爵ジョン・マナーズの副官を務めた。 1761年7月のフィリングハウゼンの戦いでは、戦列の中央で部隊を率いたが、敵軍に攻撃されなかった。1762年6月のウィルヘルムスタールの戦いにも参加、7月にはバルデック城を占領した。11月にフォンテーヌブローで予備講和条約が締結されると、イギリス軍の大陸ヨーロッパからの出港を監督。 翌年3月に帰国した。1761年4月、コンウェイはテッドフォード選挙区でイギリス庶民院議員に再選、同年7月4日に数密顧問官に任命された。彼はホイッロッキンガム派の一員として、ジョージ賛成による改革派、ジョン・ウィルクスへの訴追に反対、その結果として1764年に、 新室区内館と第一王立竜起平連隊長を罷免された。これにより政府が政敵を軍から追放すると恐れられ、多くの人々がパンフレットを出版してお互いを告発することとなった。1765年7月、ロッキンガム公爵の首相就任とともに入閣、南部担当国務大臣を務めた後、1766年5月に北部担当国務大臣に 倉替え、1768年1月にさらに、無人諸大臣に倉替えした。コンウェイは就任中に、アメリカ植民地への中道政策を支持、イン酒法廃止にも支持した他財務大臣、チャールズタウンゼンドの朝鮮政策に反対した。1768年1月に大臣を辞任すると、陸軍に戻り、1772年5月26日に、大将に昇進。 同年10月22日に、ジャージー総督に任命された。この時期にも庶民院の重鎮であり、イギリスによるアメリカ反乱の鎮圧に反対した。その結果、1782年3月の第二次、ロッキンガム公爵内閣で、イギリス軍最高司令官として入閣したが、ショーピットの新内閣に反対したため、1784年、イギリス総選挙で敗北して、 議席を失い、ここにコンウェイの政治障害が終わりを告げた。以降は軍務に集中して、イギリス軍最高司令官を1793年1月に完全引退するまで務めた。1793年10月18日、元水に昇進、1795年7月9日に、バークシャーのレメナムのパークプレイスで死去した。 1747年12月9日、ジョン・キャンベル中将の娘キャロラインと結婚した。二人は一人娘アンシー・マコンウェイを設け、アンは後に彫刻家になった。ありがとうございます。